できたんだ。狂ったストーリー、全てが決まってたように、のべつ幕なしに異常事態、大抵わけもない、正しい間違いが不安定で、裏返しの本音が溜まってゆく、消化する術がないことも気づかずに立ち向かうの。悲しくでもないけど、こんなんじゃまだ 100% わからない、不安など消してしまえたらいいと願って望んでる。レイそのカーテンが翻ったなら、手にそっと現実揺らぐんだ。身一つで生き抜いた土砂降りに固まる不平不満、逆行する世界もたまに味方となって、正義に抗うの、サイコロ振っても平行線、どうしてなんですか今ドラマみたいに、負けがないのだろえない。チョークで笑えたあの頃のように、特別はいつも目の前にある、大抵わけもない。日常寂しい言葉がフラッシュバックしてる、泣いてしまえたら楽だったかな、どっちつかって嫌になるな、守りたいものは何、知らないことばっかだ、こんなんじゃまだ 1% にも満たない、って悩んで学んで繰り返し、少しずつ見えてきた未来、正しい間違いが不安定で、裏返しの本音が溜まってゆく、消化する術がないことも気づかずに立ち向かうの、悲しくなどないけど、こんなんじゃまだ 100% はわからない、もうファンなど消してしまえたらいいと願って望んでる。レイそのカーテンが翻ったなら、照りそっと現実揺らぐんだ。